いいですね。タピオカ飲みたくなりました。では今日も元気にちいかわ占いです。今日最も良い運勢なのは水瓶座のあなたです。なんとなく選んでもベストな選択に、心の声に従って多少勢い任せでも良さそうです。ラッキーパーソンは涙もろい人です。5位のお羊座の人は何度も目が合いドキドキ、気になったら話しかけてみましょう。6位のいて座の人は人の話からヒントを入手、今後の計画に役立ててください。続いて9位の乙女座の人は視野が狭まり周囲と衝突、身近な年配の人に相談しましょう。そして今日最も悪い運勢の人は、ごめんなさい、牡牛座のあなたです。言葉足らずや余計な一言でギスギス、一呼吸置いてからコミュニケーションを取りましょう。でも大丈夫、そんな牡牛座の月を回復させるラッキーメニューはイカフライです。今日もいい日になりそうだ。